じゃあそれでは今日の授業を始めたいと思いますが、まず最初に今日の内容に入る前に、実は前回の授業の内容で、1点誤りがありましたので訂正しておきます。具体的には教科書の定理 2.5 というのがありました。で、定理 2.5 ではですね、この授業では括弧1括弧2と項目をつけて定理の内容を書きましたけれども、その中でその括弧1の例題として出したものに誤りがありましたので、ちょっとそれを訂正しておきます。で、定理の 2.5 をもう一度思い出しますと、M と N と L という自然数がこう与えられていて、で、代償関係がこのような形で与えられております。そして、例題ではこのようにしましょう。このようにするとですね。それで、確かですね、先週の例題では、この最初このように M と N と L の代償関係を与えたにもかかわらず、確かこの N の値が L の値を上回るような例を書いてしまったと思うので、一応そこ直しますと、一応ですね、こういうM を1として、N を2として、L を3とするわけですね。で、定理の主張に従いますと、この L っていうのが、このベクトル空間のその項の項数を表していましたから、この L 項をその数ベクトルを取ってくるんですけれども、これ今、実の3個の数ベクトルとしまして、でそこからと、M 個ベクトルを取ってきなさいって言うんですね。でとりあえずここではこの B1 という一つのベクトルだけ取ってくるということにします。でその上で、これらので線形結合を、N 個作りなさいって言うんですけれども、この今ですね、用意されている B1 っていうベクトル1個しかありませんので、N 個今2個ですね、2個作れって言うんですけれども、2個の作り方としては、B1 にある実数 C1 をかけたと。それから、B2 にある実数 C2 をかけたと。こういう、形で、2つ、ベクトルを作ると。一応、この定理 2.5 の主張によると、このようにして、その、もともと用意していた、ベクトルの個数を上回る個数のベクトルをですね、線形結合によって、
あ、これ A1 ですか。それから A2 作ると、これらは線形従属だっていう主張なんですけれども、一応非常に単純な例なんですが、まあ、確かに、この2つは線形従属になっていることがわかります。なぜならば、あ、すみません、ここが1ですね、すみません。どちらも、まあ、B1 の B1 の定数倍ですから、まあ、明らかにこれ線形従属になっているということがわかると思います。ということで、まあ、前回の授業で、ちょっと出した例に一部誤りがありましたので、今回その点を訂正した例題を新たに作っておきましたので確認しておいてください。ここまで何か質問ありますか？はい。じゃあそれでは今日の内容に入りたいと思いますが、今日は前回どこまで何までやったかというと、その、まあ、行列の列消去をやったんですね。行列の列消去をやりまして、で、その、まあ、任意の行列が回数標準形と呼ばれる行列に直すことができると。で、その回数標準形っていうのはどういう形だったかっていうと、左上から、2単位行列があると。すなわち1がデデデデデデと何個か並んで、あとは全ての要素が0というような行列になるという話をしました。で、もう一つ大事なことは、その行列が一つ定まると回数標準形というのは必ず一通りに定まるということを言いましたので、まあ、このことからその回数標準形の、まあ、1の個数を持ってその行列を特徴づけることができるということで、今日はその特徴づける行列のランク回数という話から始めたいと思います。教科書ですと、教科書50ページの真ん中ら辺に回数という太文字の言葉がありますので、そこから一応この授業では定義という形で書きましょう。で、まず名前は、まあ、日本語で言うと回数で、まあ、英語で言うとランクなんですけれども、まず、行列 A を M 行 N 列の行列としまして、まあ、この A に対して、適当な正則行列前にも言いましたが、この適当なというのは数学でいう適当なという言葉の使い方が一般社会とはちょっと異なる点に気をつけてください。勝手なとかいい加減なものを持ってくるわけではなくって、そのちょうどそのこれから後に述べる性質に見合うようなものを持ってくるという意味です。適当な正則行列 B、B は、M 次正方行列ですね。それから C は N 次正方行列、による行変形、それから列変形ですね。列変形を、まあ、施して得られる。ということは、その、まあ、正則行列 B と C をですね、かけて、A にかけて、その行変形、列変形を、まあ、施すと。で、一応ですね、この B と C の次元を見て、その A のどちら側からかけるかっていうのはピンと思い出すようにしていただきほしいんですけれども、行列の掛け算っていうのは、その左側に来る行列の
列の個数と、それから右側に来る行列の行の個数が等しくなっていなければなりませんから、そうするとこの B というのは A の左側からかけると。A の左側からかけるということは、A に対するこの行変形を意味しています。で、一方で、行列 C は A の右側からかけますから、これは A に対する列変形を意味しているという点に注意してください。で、これらのその行変形、列変形を施して得られる階数標準形。これが BAC と書かれて計算されて、その結果がこういう形になったとしましょう。左上のブロックが R 字の単位行列ですね。で、この時にこの階数標準形に現れる R ですね、階数標準形に現れる単位行列の次元、もしくは、成分1の個数、これを行列 A の階数、もしくはランクと言います。で、これを、まあ、ランク A という、こういう記号で表します。ちょっと下の方ギリギリかもしれませんが、後ろの人見えますか？はい。ということで、もう一回復習しますと、その、まあ、任意の行列 A というのは、まあ、適当な整数行列による行変形と列変形を行うことで、階数標準形に変形できると。階数標準形とはどういう形かというと、このようにその、まあ、1、1成分からこう対角成分に1が何個か並ぶ。例えば R 個並んで、あとはの成分は全部0という形にできると。で、この時に、この階数標準形に現れていた1の成分の個数ですね。この R を行列 A の階数、ランクと呼びますということですね。までいいですか？で、ですね、皆さんにその心していただきたいのは、数学ではですね、例えば今の話のように、ランクって何ですかって聞かれることがあります。ランクって何ですかっていう聞かれたときに、数学においては、その何ですかっていうのを意味するものが、まあ大雑把に2通りあります。一つは、その、まず今定義で見たように、文字通り、このランクというのは、その どのようにして定まる値かということを説明するですね、形式的な定義ですね。今の場合ですと、その、行列 A のランクというのは、行列 A に対を階数標準形に直したときに現れる成分1の個数を言いますというのが、まあ、一つその形式的なランクの定義です。で、もう一つ大事なことは、そのランクが何を意味するかということですよね、数学この線形代数の中で。で、実はその両方をその理解することが多分数学においては学ぶ上では大事なことで、形式的にまあこういうことを覚えるというのはまず大事だし、最初のうちはやはりなかなかその数学の意味がわけわかんない人も場合もありますから、そういう時はとりあえず頑張ってその形式的な定義を覚えるんですけれども、でやっぱり本当に理解していくっていうのは、こういったものをですね、いろいろ使っていろんな問題について考えていく中で、このじゃあランクっていうのが一体どういう意味を持つんだろうかということをこの理解していくっていうのが本当に理解につながっていくと思いますし、またそういう理解ができるようになると、そのこういうのを形式的な定義でもです定義にしても無理やり頭に叩き込まなくても、だんだん頭に染み込んですぐに思い出せるようになってくるのではないかと思います。
ということで、その、まあ、例えばその今みたいにランクって何ですかって言われたときには、その形式的な定義と、それから意味の両面からの理解が大事であるということを皆さん心しておいてください。はい、さて、で、実はそのランクがですね、そのどういう意味を持つかという話をこれからしたいと思いますけれども、実はその話にたどり着くまでには、一見退屈そうに見えるランクに関する性質をいくつも乗り越えていく必要があります。で、皆さんの中で、その、この51ページから先のですね、第52ページ、53ページの、めくってみた人は気づいたと思いますが、その箱で囲まれた文章がやたらいっぱいありますね。で、まあ、それだけこのランクに関して、こう、細かい性質がいろいろあるわけなんですけれども、今日その大事な、一つ述べておきますと、一応ですね、このいっぱい箱がある中で、今日特に今日というか、これから特に強調して説明しておきたいのは、教科書53ページの、定理 2.15、それからその下の定理 2.16 あたりですね。で、実はこれ何言ってるかっていうと、この行列のランクというのが、その実はその行列 A を係数行列とするような連立一次方程式の解の存在に本質的に関わるってことをが大事なことです。で、まあ、この何回か前の授業で、その連立一次方程式のその解がどういう条件の時に存在するかっていうのを、その簡約階段行列というのを使って示しましたけれども、ランクというのは本質的に簡約階段行列と意味が同じものですから、そうすると、行列のランクを何らかの形で調べることで、その連立の与えられた連立一次方程式が解けるか解けないかとか、それから解の個数が一組なのか無限個あるのかとか、それから例えば政治連立一次方程式ですと基本解というのをやりましたけれども、基本解が何個になるかとか、そういった情報を知ることができるという意味で、そのランクというのは実はその連立一次方程式に関する性質を、まあ、非常によく知る手がかりと、非常にいい手がかりというふうになりますので、一応目標としては、今日は定理 2.15、2.16 のあたりに向かってですね、説明していきたいと思います。というわけで、そこに至る定理や形がこう小さいのが何個かありますけれども、その辺は、まあ、ここ時間の都合もありますので、ここでは一連の事実を紹介するにとどめまして、で、まあ、定理 2.15 や 2.16 の、まあ、意味をですね、なるべく理解できるように進めていきたいと思います。はい、というわけで、じゃあ、いくつか、性質を見ていきますけれども、まず、教科書50ページの、そのランクの定義のすぐ下に一つランクに関する性質がありますので、それを命題として書いておきましょう。最初の命題は、まあ、A が M 行 N 列の行列のときに、A のランクは、この行数の M か列数の N の、まあ、小さい方ですね、最小値以下であると。まず、こういう性質が述べられております。まあ、一応非常に単純な性質ですけれども、講義ノートの方には単純ですけど、証明できることはきちんと証明を書いておきましたので、まあ、必要な人は後で確認してください。であと、ここからですね、その K が何個も続きますので、一応、ここで、定理 2.15 に向かって議論を進め
る都合上板書しますけれども、手が疲れた人は無理せず、それぞれの理解に応じてですね、板書量を調整してください。で、次にやはり一応説明しますのが、教科書50ページの下の方にあります K の 2.9 ですね。一応ここからの説明では、証明は省略しますが、どういうことを言っている、ランクに関してどういうことを言っている、どういう性質を記したものかということは確認してほしいと思います。でまず、この K2.9 は、ランクの正則行列の積による普遍性と書いてありまして、見出しがちょっと長いんですけれども、そのどういう性質かという、一応この文章から読み取れる性質はどういう性質かというと、そのランクというのはその正則行列をかけても変わらないっていうんですね。で一応ちょっとそれを式の形で書いてみましょう。A を M 行 N 列の行列ですので、まあ一応この A がですね、一番この K では主人公になっている行列なわけですね。でこれに対して B M 次正方行列の B を考えますと。ただしこの B は正則とします。それから2のこうかな、すいません、ちょっと消します。C は N 次正方行列で、C も正則とします。これらに対して、ランクの BAC という行列のランクを考えましょうと。ですので、BAC というのは結局 A に対して B を左側からかけて C を右側からかけたんですね。ですので意味するところは、この行列 B によって A に関して何らかの行変形をやったと。それから行列 C を右側からかけたってことは A に対して何らかの列変形をやったと言えるわけなんですけれども、実はこういう行変形や列変形をやっても、ランクは変わりませんというのが、この K の述べるところです。で、この K に関して一つ注意なんですけれども、この K において、例えば B がですね、B と C それぞれ単位行列であってもいいです。BAC って書いてるから、必ずその A の左側から B をかけて、それから右側から C をかけなければならないんじゃないかと一瞬思いそうになるんですけれども、B や C が単位行列でもいいということは、B や C どちらかをかけなくても良いということですね。だから、まあ、行列 A に対して正則行列を、まあ、右からかけようが、左側からかけようが、ランクには変化はないというのがこの K の言っているところですので、必ず両方かけなければならないということはありませんから注意してください。
はい、じゃあいいですか、じゃあ進みましょう。で次の K2.10 ですね。K2.10 は、教科書の51ページの上の方にあります。K2.10 は、天地によるランクの普遍性という見出しがありまして、見出しの通り、その天地行列をとってもランクは変わらないというのが、この K2.10 の言っているところです。一応これも、その主張を式でもう少しきちんと書きますと、まあ、例によって A は、M 行 N 列の行列なんですけれども、これに対して、まあ、A の天地行列のランクは元の A のランクに等しいと。というのが K の 2.10 です。まあ、時間の都合で証明はここでは説明しませんが、この証明を実際にこう読んでみますと、これまでにその学んだ例えば天地行列の行列の積の天地行列はに関する性質ですとか、それから生息行列に関する性質ですとかがこういくつか出てきていますので。まあ、自分で証明するのは難しいかもしれないですけれども、この証明を読んで理解する努力をするだけでも多分何がしか勉強にはなると思います。大丈夫ですか。はい、じゃ次、同じく教科書51ページの K の 2.11 というのがあります。K の 2.11 は行列の積のランクですね。積のランクに関する性質でして、でこれは今までと同じように等式が成り立つわけではなくて不等式になるわけなんですけれども、見ていきましょうね。ちょっと上上げますか。まだ映してますかね。大丈夫ですか。ここ見ても。A を、まあ、M 行 N 列と、それから、B を、L 行 M 列、それから、C を、N 行 K 列とします。で、A に対して B と C はどのような形でかけられるかというと、この行数と列数を比較しますと、A に対しては B を左側からかけることができますので、BA のランクを見ますと、これはA のランクと等しいかそれより小さくなると。それから、今度は、A の右側にその行列をかけた場合で、AC ですね。AC のランクは、これも A のランクと等しいかそれより小さくなると。という性質が成り立ちます。
ですので、まとめますと、その A になんか別の行列を左もしくは右からかけますと、そのかけた行列のランクというのは元の A のランクを超えることはないということですね。等しいかそれより小さくなるというのはこの K2.11 の言っているところです。ここまでいいですか。はい。で、まだもう少し続くんですけれども、教科書は52ページに移りまして。もう少し待ちますか。はい、じゃあ次 K の 2.12 をやります。K の 2.12 は一応見出しは生息行列のランクになってますね。生息でいいんでしたっけ、ちょっと待ってください。52ページを読みしてもらっていいですか。あ、はい。あ、52。生息行列ですね。はい、はい、はい。実は僕、今この講義ではこの教科書の初版本を使っておりまして、皆さんが多分手にしている本よりも若干誤りが多い可能性があります。で、あと自分の講義ノートにも結構誤りがありまして、特に夜中に書くと誤りが増える可能性が多いので、今ちょっと確認させていただきました。で、この K なんですけれども、正方行列に関して何が言え、あ、正方行列ですね。正方行列の時に、A が、N 字の正方行列の時、A のランクが N に等しいことと、A は正則行列である、 ことは同値だというのがこの K2.12 の内容です。ですので、そのある正方行列 A が正則行列かどうかというのを調べる方法の一つとして、まあ A のランクを調べることが使えると、もしくは何らかの形でその A のランク、正方行列 A のランクが N だということが分かれば、その A は正則行列だということが分かるわけですね。で、逆に、与えられた A が正則行列だと分かっているならば、その A のランクは、N に等しいとして、こういろいろな問題に使えるというのがこの K の内容です。はい、ですかね。じゃあ、次の K2.13。行きましょう。K の 2.13 は見出しが左逆行列は逆行列であると。
ここでちょっと左逆行列というちょっと聞き慣れない言葉が出ましたが、その意味はこれから説明します。それからもう一つ、この K を説明する間に、右逆行列にあたるものも出てきますので、それも説明します。で今 A はですね、A は N 字の正方行列としましょう。で、この時に、ある B がですね、B、行列 B、これは N 字の正方行列なんですが、この N 字正方行列 B が、BA イコール EN、すなわち単位行列を満たすと。で、この時に実はこれ B は A の左側からかけてそのかけた結果が単位行列になっているという意味でここの場合の B を A の左逆行列と呼ぶことがあります。A の もともとその逆行列の定義は何だったかっていうと、もちろんこの B が A の左側からかけた結果が単位行列になるっていうことも必要なんですけど、逆に A の右側からかけてもその結果が単位行列になる、なって初めて B は A の逆行列って言ったわけですね。で、この K の言っていることは、もし、B がですね、A の左側からかけて時に、これ単位行列になったならば、実は B を A の右側からかけても単位行列になると。したがって、B は A の逆行列になるというのがこの K の言っているところです。というのが左逆行列版ですね。で、同じことをその、右逆行列に関しても言うことができまして、多分ほとんどの記述は括弧1と一緒ですから皆さん適宜省略して構わないと思うんですが、この B ですね、括弧2番では、AB イコール EN。EN。で、この場合に、この B を右側からかけて、単位行列になるときに、これ A の右逆行列と呼ぶことがあります。というときには、括弧1番と同じように、B は A の左側からかけても単位行列が導かれまして、したがって、B は A の逆行列であると言えるというのが、この K ですね、内容です。ここまでいいでしょうか。で、あともう少しで定理 2.15 にたどり着くんですが、その前に定理 2.14 というのがあります。これはそのランクとですね、それから、行列 A を作るその行ベクトルもしくは列ベクトルの線形独立性に関する性質ですが、これ定理 2.14 ですね。これは
ランクと、行列の線形、行もしくは列の線形独立性に関する性質です。で、ここでは A を M 行を N 列としたときに、このまずランクの A はですね、次の値に等しいと言っています。A の線形独立な列ベクトルの個数の最大値に等しいということを言っています。で、実はこのことはですね、その A の行ベクトルに関しても言うことができまして、ここの部分、ほとんど上の行と同一の記述なので、ほとんど省略しますけれども、A の線形独立な、ここ列をですね、行にしただけですね。実はその A のランクというのは、その A の行列 A の線形独立な行ベクトルの個数の最大値にも等しいというのが、この定理 2.14 です。の内容です。ここまででしょうか。はい。では。定理 2.15 をやりましょう。見出しは連立一次方程式の解の存在定理と言います。で、連立一次方程式がそのどのような式で与えられたかというのをちょっと思い出してみてください。これは教科書のだいぶ前の方の式 2.1
2というのにありましたように、どこまでかな。式 2.2 は、教科書の43ページですね。この AX イコール、まあ、B という形でこう与えられていました。で、この式ですね、この式に出てくる連立次方程式から、その、まあ、拡大係数行列を作りました。拡大係数行列っていうのはどういう行列だったかちょっと思い出してみましょう。とこの連立次方程式はこういう形でしたから、でこの A というのを係数行列と言いましたが、この係数行列 A とそれからこの右辺のベクトル B を並べた行列ですね、これをこの連立次方程式 AX イコール B の拡大係数行列と呼びました。でこの拡大係数行列に対して、次のことが言えるというのがこの定理の内容です。で以下が成り立つと。で何が成り立つかというと、まず1番目は、方程式 2.2 っていうのはこれですね、この方程式が、解を持つことの必要十分条件、もしくは同時な条件は、この係数行列 A のランクが、ランクと、この拡大係数行列のランクが等しいと。いうことになります。で、しかもこの時の解の自由度は、n マイナス a のランクに等しいというのが1番目です。で、次に2番目なんですけれども、この方程式、連立次方程式が、解を今度は持たない条件ですね。持たないための必要十分条件は、この係数行列とこの拡大係数行列のランクの大小関係なんですが、係数行列のランクと比べて拡大係数行列のランクが大きいと。またその時に限ってこの連立次方程式は解を持たないというのが、このですね、連立次方程式の解が存在するか否かというのを、この係数行列とあと拡大係数行列のランクから知ることができるというのが、まあ、この定理 2.15 です。で、一応これは大事な定理ですので、ここは証明のアウトラインを少し述べておきたいと思います。
まあ、たまにはですね、この定理がどのようにして結論が導けるのかっていうのを、まあ、知っといても損はないと思いますので、で、実はこの定理 2.15 というのは以前授業で証明の概略を紹介しました。定理 2.4 というのがありました。定理 2.4 というのは何だったかというと、連立一次方程式の話をしたときに、その連立一次方程式が解けるか解けないかと、解けるんだったら解の個数はいくつになるかと、そういうことを詳しく調べた、定理でした。で、その証明では簡約階段行列っていうのを作って、でその階段の位置とか個数とかによってその解の個数だとか、あと解の存在性を判定していましたが、この定理も基本的に同じことをやります。同じことは実はランクの言葉で置き換えられるだけだと思っていいです。で、一応ちょっと書いてみましょう。と、まずまあ、例によって A を M 行 N 列としましょう。で、その方程式 2.2 の拡大係数行列のことをですね、これ A チルダで書きます。A チルダ。だから A とそれからベクトル B を並べたものを拡大係数行列を A チルダと書きますけれども、この A チルダをこの行変形で簡約階段行列にしましょう。で、これを、じゃあちょっと実際にこれ書いてみますけれども、これを A の ダッシュのチルダと書いて、で、ちょっとすいません、今後の黒板の書き方の都合があるので、この行列は左側の黒板に改めて書くことにしましょう。あ、皆さんはだから続けて書いていいです。A チルダダッシュというのをどう書くかというと、簡約階段行列に直しましたので、まあ、1の階段があって、1の階段が何段かあって、最後に1の階段があって、まあ、こういう形になるわけですね。で、簡約階段行列ですから、この1の階段になっている列というのは、この1以外の成分はすべて0になっています。こういう形になっています。そして、この階段の位置を K の1とか K の2とか K の3とか言って、小さい順にですね、この列の番号を K の R と、最後 K の R と書きました。で、階段の、この階段の段数がちょうど R になったわけですね。
で、この A ダッシュチルダっていうのを、これ、拡大係数行列の形で表していましたから、これをその係数行列とその右辺のベクトル、列ベクトルに分けて書いて、これをまあ A' とあと列ベクトル B' のこう合わせたものというふうに表します。で、これこの時にですね、これまでのその定理などでそのいくつか分かることがありまして、まずその定理 2.14 を使いますと、じゃあこの A、 この行列ですね、この行列のそうかとか、この行列のランクはいくつかっていうと、定理 2.14 を使いますと、この行列のランクはその線形独立な、まあ、列ベクトルの個数の最大値に等しいという性質がありました。でちょうどこう明らかに見て分かるように、その線形独立な列ベクトルの組というのは、まあ、ここはそのなんかゼロでない成分が一般には詰まっているんですけれども、少なくともこの R 個の列ベクトルは線形独立であるということは、この作り方からすぐ分かると思います。そしてそれ以外の列っていうのは、実はこの R 個の列ベクトルの線形結合で作ることができるということも、まあ、ちょっと考えれば分かると思いますので、実はこの A チルダダッシュのランクというのはちょうどこの R に等しくなります。それからあとは、これまでやったいくつかの K からですね、ランクはその正則行列をかけても変わらないという性質がありましたので、この係数行列のランクに関して何が言えるかというと、例えば、A のランクですね、この、もともとの連立一次方程式の係数行列 A のランクは、こちら、簡約階段行列にしたときの、この、係数行列 A' のランクに等しいということも言えますし、それから拡大係数行列のランクに関しては、今 A チルダダッシュ A' チルダのランクが R だったんですけれども、これは実は簡約階段行列を直す前の元の拡大係数行列 A チルダのランクにも等しくなると。一応まあこういうことが言えるということを一応押さえた上で、じゃあ解の個数がどうなるかっていうのを見ていきます。で、ここでその解の個数や解の存在について何が言えたかっていうのをはもう一度その定理 2.4 の証明を振り返って見ることにしましょう。今はその定理 2.4 の証明よりとだけ書きますので、まあ、皆さんはまた時間があるときにその定理 2.4 の証明をもう一回見直した上で
確認してください。ちょっと順番が前後しますけれども、括弧2番、この定、今の、今やってるですね、今やってる定理 2.15 の括弧2番の方からいきますと、まあ、方程式 2.2 が、解を持たない場合ですね。持たない場合っていうのは、そのどういう状況だったかっていうのを、この上の簡約階段行列で思い出していますと、この方程式がその解を持たない場合っていうのは、実はこの一番右側のこの階段がですね、一番右の列にあった時に解を持たないという話だったのを思い出しましょう。そうしますと、一番右の階段、R 番目の階段の列の番号が、第何列だったかというと、第 N プラス1列だったときです。なぜかというと、係数行列 A が N 列で、これに右辺のベクトル B をこう右側にくっつけたのが拡大係数行列でしたので、そうすると、この A チルダダッシュというのは、ちょうど N プラス1列だったんですが、最後の階段が一番右側の列にあると、この方程式は解を持たないということが、ここを定理 2.4 でやっていました。ということは、この黒板、今黒板に書いたその行列 A' チルダっていうと、その階段が、一番右側の階段が、一番右側の列にあるということは、その A' のランクとこの両方を合わせた行列のランクが異なるってことを言ってるわけですね。なぜかというと、階段が1段ここにあるわけだから、そうすると、この場合だと、この拡大係数行列のランクは R なんだけども、係数行列だけ考えると、この1段分減るから R-1 になってるはずだと。いうことで、このことから、A の A' ですね、A' のランクより A' チルダのランクの方が大きいということが言えます。で、じゃあこれがですね、このか、まあ、簡約階段行列にした後のランクに関して言えることなんだけども、実はこの関係というのは、簡約階段行列にする前の元の方程式の行列についてもこの関係は成り立つと。なぜかというと、先ほどこうやってランクがこれこれの間では等しいということを証明しましたので、これ実は、これ A のランクに等しくて、で、簡約階段行列のランクに等しいので、で、この不等式、不等号が成り立つ。ということで、この定理の主張が導かれましたよね。というのが、まず、この、まあ、定理の前半というか後半ですね。後半の証明です。で、あと最後、その定理の前半も同じように
考えればいいんですけれども、この方程式が、まあ、解を持つ場合ですね、持つ場合というのは、先ほどのこの黒板でですね、この階段の一番右の段が一番右の列に来ないということを言ってましたから、K の R が N プラス1より小さい、ということは、まあ、ランクの言葉で言いますと、この、どうしようかな。この係数行列の分のランク、階段がもう係数行列の分に全部集まってますから、この係数行列の分のランクと拡大係数行列のランクのは等しいということが言ってるわけです。そうしますと、で、これ実は元の簡約階段行列にする前の行列のランクにも同じように言うことができまして、こうなるということで、まあ、この統合が成り立つと。で、この定理が示されました。で、この時、まあ、解の自由度を最後に言っとくんですけれども、解の自由度っていうのは、定理 2.4 ではこれ n-r というふうに書いてたんですが、実はこの階段の個数というのが、段数というのは実は A のランクに等しいということを今やりましたので、結局 n-a のランクに等しいということで、一応示すべきものはこれで全部示したということになります。という感じで、こう、まあ、証明を追ってみましたら、実はこの今の定理ですね、連立一致方程式の解が存在するかどうかっていうのを、このランクでどう判断するかっていう定理の証明は、まあ、いろんな証明の仕方があると思いますけれども、少なくともこの教科書の証明に関して言うと、定理 2.4 をちゃんと理解していれば、まあ、それほど難しくはないということが言えます。ですので、まだちょっとギャップがあると、感じている人は、この定理 2.4 も合わせて復習してみてください。ということで、一応、そうですね、まあ、ランクが、行列のランクがですね、この連立一致方程式の、この解の存在、もしくは、この解の自由度といったものに深く関わっていると。いうことを、まあ、知ってほしいと思います。ここまで何か質問ありますか？はい、じゃあ、大体時間が来たようですので、じゃあ次回は、この第2章の残りの部分ですね、いくつか定理がありますので、まあ、それを紹介した上で、今度は第3章の行列式の方に進んでいきたいと思います。じゃあ今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。